ブルーミンレイズ。日々これ良き日。今日は昨日2月22日が猫の日だったということで、はい、猫ママのお話を、お届けいたしましたけれどもね、はいはい、まあ、調べてみればもう鰹節に行き着くところまで結構時間がかかりまして、かかりましたね、まあ、あの鰹節派と味噌汁派に分かれるっていうところまではすんなり行きましたけれども、そもそもその時代的にどうだったかみたいなところ、疑わしいことがいっぱい出てきちゃって途中から、だってその鰹節のね、歴史は調べましたよ、ね、だけれども、やっぱり高級品だったわけですよ、鰹節そのものがね、そう、明治以降だからね、庶民に手が届かないような鰹節をね、猫なんか絶対食べてるわけないって疑ってましたけれども、そうですよ、これがね、いろいろ調べてみるとね、いやもう実は人間よりもいいものを食べてたっていうかね、そう、まあ、この上流階級の人たちに飼われていた猫じゃないとこういったものを食べてなかったなんていうの思いつきもしなかったんでね、本当に調べてみないとわからないことまだまだあるもんですね、はい、はい、まあ、勉強になりました、はい、私もです。さあ、 実はご紹介しきれてないメッセージがまだありまして、はいはいはい、ここでご紹介したいと思います、ラジオネームはとしアットマーク中野久美さんからです。いつもありがとうございます、はい、まず私の家では、去年の春まで2匹の柴犬を合計で35年間飼っていたこともあって、猫を飼ったことはないのですが、実は自宅の門扉以外の周りが竹垣になっているため、猫が竹垣をくぐり抜けて入り込んできたことがこれまで何度かありました、そして来た猫は短い時間でいなくなることが多かったですけれど、速さだけでなく柔軟性も動きを見ていて実感しましたね、確かにね、これはあれなのかな、ワンちゃんは、その表で飼ってたのかな、どうなんでしょうね、柴犬だからね、だってそんなの門扉以外に竹垣があるっていうんだから、大きいお宅なんでしょきっと ね、でしかもね、35年間って言うんだから、35年前からね家の中で柴犬飼ってたっていうのはね、まあでも35年かどうだろうね、なきにしもあらず、だってほら昔は本当に犬小屋があって、外で飼うのが当たり前だったでしょ、そうですよ、そうするとね、それこそね、この中野久美さんじゃないけれども、猫が入ってきちゃって、で犬がワン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 吠えてとか ね、そういうようなことはねあったりっていうのは、あるかもしれませんけれどもね、ということで、年アットマーク中野久美さん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。本当に35年間ってね、幸せな柴犬だったんだろうなというふうに思いますけどもね、さあ続けてもう一つ、ラジオネームはみなたろうさんからいただいています。いつもありがとうございます。以前動物保護活動をされている、あがりえるみこさんを招いての放送で、小出ディレクターが、猫がどれほど日本の生活文化に根付いた動物であったかをお話しくださったことがありました。あ、はいはいはい、猫の手も借りたい、猫に小判、猫の首に鈴をつけるなど現在も使われることわざや慣用句が多く残っているのはその表れだと思います、ということですね。まあ、猫にまつわるそういった言葉っていうのも本当にたくさんあってね、はいはい、面白いなとは思いますけれどもね、本当にこれは来年の猫の日はどんなことになるか、ちょうどその曜日になるかどうかは別ですけれども、まあほら、猫の日っていうのはね、実はこの2月22日だけじゃないですからね、そうだもうたくさんあるんですよ、世界中にあるんですよね、確かね、ワールドキャットデイとかね、そうあるある、たくさんあるから、だから日本だけでしょ、ニャーニャーニャーだから、そうですよ、2月22日っていうのはね、それが通用するのは日本だけっていう話もありますけれどもね、またね機会があったらば、そういったことわざと動物のね関係とかね、そういうの結構だからことわざに使われてるなんていうのはね、まあ、猫だの犬だのね、割と身近な動物ですよ、鶏、鶏もそうでしたけれどもね、そうですね、まあ、ちょっといつか取り上げたいと思います、ラジオネームはみなたろうさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。
さあ本日のメニュー楽しんでいただけましたでしょうか。放送内容や本日お送りした曲のプレイリスト、放送後期など番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたしますので、皆さんの聞きたい時間帯にお好きな楽しみ方をお試しいただければと思います。それでは今日ここまでのお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子とディレクター小出でお送りいたしました。皆様とはまた来週お耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。Beautiful 79.1 Coco FM